皆さんご視聴ありがとうございます。本日はこちら無課金アカウントでの週刊 FP を引いていこうと思います。で、週刊 FP ね、こちらのアカウントではメッシが欲しいです。はい、ここで一発超ド有名な超使いやすい選手を当てとけば、やっぱね、後々楽になると思うんですよね。最初の方もやっぱメッシとか使いやすい選手だと思うので、ここで当てていこうと思います。はい、ではもう早速やっていきましょう。ちゃちゃっとね、雷を鳴らしていきましょう。行くぞ。ちょっとおかしいかな、大丈夫かな。オッケーオッケー、行こう。行くぞ、レッツゴー。うわー、鳴らんか。雷もね、こっちは雷以外関係ないんだよな。そしてキー、うわー、キーパーか。ブリスサンバー、オリバーカーンじゃないのかーんって。ちょっとどんな感じなんですかね。裏返っちゃってよ、声が。186cm、24歳。186cm か。どうだろう。まあ金の中だったらやっぱり優秀ではあるのかな。まあジャンプ高いですね。ジャンプが85だと、あ、コラプシングも85を超えてるんですね。はい、そっか。スキルが低弾道を持ってないのは結構辛いな。しばらくはやっぱりオスピラ安定ですかね。はい、よし、2回目いきましょう。頼むぞ、雷を鳴ってくれ。頼むぞ、雷とか鳴ってくれよ。雷が鳴る法則とかあるんですかね。どうだろう。ビッチーって鳴れよ、ビッチーって。ビッチー鳴らんか。そして金、誰だ、パブロだ。オッケー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 。パブロ・エルナンデス選手。でもな、右サイドハーフもう一人いるんだよな。さあ、うわ、しかも結構年は33歳か。まあ比較的育てやすいですけど、あ、いろんなポジションできるのは素晴らしいですね。で、どんな感じかな。パスもドリブルとかができて、あ、もうだいぶバランスの取れた選手ですね。スピード瞬発力はまあまあちょいぐらいかな。あ、もう本当にバランスが取れてる。あ、まあコンディション程度5はちょっと低いかな。で、シザース、ジクラタン、マリーシュ。あ、ナンバー10なんだ、プレイスタイル。はい、ありがとうございます。そしたらじゃあラストいきましょう。頼む。まあ本アカウントで黒3連発来ちゃったんで、金3連発もありえそうなんですけど、銀は来ないでほしいな。頼むぞ、とりあえず雷、レッツゴー。よし、来た来た来た。どっちだ。まあこれどっちが来ても嬉しいな。やったやったやった。うわ、来た、メッシー、ありがとうございます。ついにね、僕の、まあ、無課金の方なんですけれども、サブアカの方に、リオネル・メッシ選手が来ました。よかった、諦めてた途端来ましたね。うわ、嬉しすぎる、これは。やばい、やばい、やばいしか出てこない。もう初期値でこの能力、オフェンスセンス94、ボールコントロール94、ドリブル93、グランダパス85、そして決定力94。やばいよ。プレスキック86、カーブ86からの瞬発力が90、ボディコントロール92。あかんぞ、この能力は。一気にテンション上がったわ。コンディション程度8なんだ。めちゃくちゃいいじゃないですか。しかもほとんどが A 評価ですよね、最近。で、ダブルタッチがついてると。はい。で、このコントロールカーブもすごい入りやすいらしいんですよね。遠目から打っても結構吸い込まれるようなシュートが打てるっていうのをね、よく聞くんで、メッシ選手でどんどん狙っていこうと思います。スキルもね、結構あるんで、いいですね。はい。で、プレイスタイルがチャンスメーカーということで、やったー、メッシが来たのは本当にでかい。もう育てやすいですしね、31歳170センチで36レベルなんで、いやー、これは非常に嬉しすぎる。プレイ動画も今度上げていこうと思いますので、楽しみに待っててください。
はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。